で皆さんあそこの川の上にすごい吊り橋かかってるでしょ、はい、僕らもこれ最初何になるのかなと思って、その吊り橋の向こうがジェットコースターのラインみたいになってますよね、はい、実はねこれの突き当たり、これから左側見ていただくんですが、あの帰りのバスでね、こう高台造成地なの、160メートルの山を40メーターまで下げますと、ここは国道45号で信号があるんでね、交通ストップできないんで、ダンプカーで運ぶよりもここに日本最大のベルトコンベアがしつけられる。で出た土をですね、ベルトコンベアであの吊り橋を通って向かい側へ運ぶんですね。120億なんですが、終わるとこれを解体します。120億かけてもダンプカーで1台ずつ運ぶよりは安いそうです。まずの、ね、左側が40メーターまで切り下げれるんですね。左側の窓山、実は今右手の方向前方にね、広田半島が見えてますから、あそこのね先の方に縄文貝塚があります。縄文時代の貝塚跡、今からだいたい縄文晩期後期4500年ぐらいのあれなんですが、実は縄文の人たちだってね、生活するんだったら本当は海のそばの方が生活しやすいですよ。縄文貝塚は不便な高台なんです。今回の10メーターを超える津波をね、縄文貝塚クリアしたんです。ということは、やっぱり先人のね、何千年かけて海のそばをかねえということで、もう何回も犠牲者出して住むなら高台ということで住んだ場所なんですよね。だんだん人間文明とか科学が発達するとね、頭良くなるもんですから、なんとなくこう防げるみたいな気持ちはあるんですがね、やっぱりもう一回そこを自然に帰ってみる必要があるのかなというふうに思いますね。これがね、残された建物、これ道の駅です。これは実は私どもの観光物産協会の事務所です。あの日私ここで会議をしてて、コーヒーを飲んで帰って出たのが、ね、2時35分なんですね。地震途中で来たのが46分で、津波が3時21分ですから、あと30分会議ずれるとね、多分今日ここにいないだろう。人間の運命の歯車、自分では回せない、つくづく思ってます。1分差、2分差でね、命助かった人、頑張った人、30センチの高さで流されたうち、残ったうち、その微妙なんですね。全部高田松原だったところですよね。昔の堤防っていうのは一つも残ってないですね。残ってないですよ。昭和35年のね、
津波っていうのは厳密に言うと三陸津波じゃないですよね、これチリなんです。それを覚えてる人たくさんいますよね。かくいう私だってあの時高校3年生ですから、こうやると年ばかりですよね。それを覚えてる人はたくさんいますよね。そうするとね、あの時は水はここまでしか来なかった。その後に初めて海岸線に防潮堤が作られたということは、だから今回はね、地震が大きくたって来るわけね、奥の方の人なんか逃げなかった人たくさんいるんですよ。それによって作られた防災計画でしょ。今考えてみればね、それ以降どんどん町が前へ前へと出てきた。市役所、市民会館、博物館、体育館、コミュニティセンター、それが全部市の指定した避難場所なんだ。なんで町の中の真っ平らなところが避難場所なんだ。悲劇があります。何十年と防災訓練の日はそこへ集まったわけでしょ。奥の山手が近い人がわざわざ海の近くの体育館に避難してる。これは悲劇なんですね。花からね、来るわけないってことを考えた防災訓練ですよ。今回ね、それによって多くの犠牲者が出た。だからその避難場所の設定と避難所の在り方がね、今回大きくクローズアップされた。これが今基盤整備事業でかろうじて田んぼの姿を戻したところですけどね。相手はこれ全部浸水区域です。右手もですね、これはあのね、横浜の会社がやってる野菜工場です。まあこれからのね、新しい農業のやり方のヒントだと思いますけどね。小箱は助かってますか？小箱は助かって本番まで水が行ったんですか？小箱は本番まで水が行ったんですか？今仮設住宅です。全部市内の学校は全部今仮設なんですね。子供たちはね、体育ができない、部活ができないという状況が続いてます。これは早く解消してやんないとね。一番南ですからね、年間平均気温 11.5 を超えてますから、今結構暖かいんですよ。右手前方にね、3階建ての建物が見えてきたのが、私どもの事務所の横にあったキャプテルホテル線が今3階でこっちへやっと映ったんですよね。共にされてたところが高田高校だった場所ですね。高田高校は今の上の方に今新しい校舎が作られています。建物じゃなくてこれが校庭になるんですね。今度
して今これから右手にねフェンスの回ったものが出てきますが、ここが実は市民体育館、図書館、博物館、中央公民館があった場所です。あった場所だ。そこが市の指定した避難場所なんです。この辺の水の通過点です。これはね、時速40キロ、50キロです。そうですかね。彼女は左から手で別のものに使わって手を伸べたら、旦那さんが両手で彼女の手につかむ。違いますね。出身ってコンサルだったの？